に来てから毎日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 何にもしないで食っちゃねえ飲んじゃねえ、でかい図体でゴロゴロされちゃ邪魔でしょうがないんだけど、一体何様のつもり？お客様、呼んでもないのにフラッとやってきて10日もゴロゴロしてる人はお客様とは言わない。だから武者修行に来たって言ってんじゃねえかよ。修行ってのは1日2日で終わるもんじゃないの。今まで多めに見てきたけどね、覇王丸さんの武者修行ってのはそうやってダラダラしてることを言うわけ。ああもうキャン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 やくましい。なんだわー、うりゃ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 、お待て待てって。どうだうわーリムルル。なんだよやる気。俺様を犬と一緒にするとはますます許せん。待て、いってここまでのようじゃのう。所詮小娘の浅地、この覇王丸様の敵ではないわ。さあどうしてくれようかのう。私がこんな目に遭わなきゃいけないんだよ。もう姉様に言って叩き出してやる。ここんとこそんなことなかったのに。